マリアデ・モンペリエは、アラゴン王ペドロ2世の王妃、ハイメ1世の母。マリアは、モンペリエ領主ギレム8世とその妻エウドキア・コムネナ、との間の唯一の子として生まれた。母エウドキアは、東ローマ帝国の皇族イサキオス・コムネノスの娘で、ハンガリー王妃、マリア・コムネナの、イボ妹にあたる。両親が1181年に結婚した際に、 その長子がモンペリエを継承することが決められていた。1187年、両親が離婚、トーギレム八世は男子を儲けるためイネス・デ・カスティーリャと再婚した。当初教会はエウドキアとの離婚を無効としたが、1202年に再婚が認知された。1181年の取り決めにもかかわらず、モンペリエはマリアにではなく、 イネスとの間にできた息子に継承されたが、後にマリアにモンペリエの相続権が認められた。1194年12歳でマルセイ復白バラルデボーと結婚する。バラルは間もなく死去し、マリアはコマンジュ博ベルナール4世と再婚したものの、後にベルナール4世はマリアと離婚した。1204年6月15日。 マリアは、モンペリエの領地獲得を目論んだ、アラゴン王ペドロ2世と結婚した。結婚後、モンペリエを獲得した、ペドロ2世はマリアを遠ざけるようになったが、マリアは一計を案じ、家族背面を設けることができた。1213年、マリアは、ローマで死去した。ありがとうございます。